こんにちは、速稼塾の久保でございます。昨今のですね、そう、暗いニュースといいますか、寂しい芸能人関係の方のニュースを見ると、私は必ず思い出すことがあるんですよ。一つはですね、岡田由紀子さんという私の青春時代の、尊い、女性のですね、生命の最後でございます。今でもね、岡田由紀子さんの身元にはですね、お花が絶えないそうですね。去年18歳ということで、青春の絶頂期、そしてアイドルさんとしてもトップスターの、その瞬間の出来事だったので、まさに信じられないという出来事でした。で、もう一つはですね、政治の話題ではあるんですけども、中川翔一元金融担当大臣、今でいう麻生元金融担当大臣と、当時はですね、将来は俺たちは現代のコレキオになろうぜというふうに、日本の政治金融界をどんどん変えていくんだっていうふうなね、意欲に燃えた時でした。酩酊会見っていうのをね、非常に記憶に残ってるのかなと思うんですけども、その後中川翔一さんは落選し、議員バッジを外すことになるんですけどもね、でもいつか何かことを起こしてくるんではないかなというふうに、当時の私も思ったもんです。そしてこの中川翔一さんなんですけども、将来は総理になると言われていたほどの人物です。そしてですね、中川翔一さん、お父さんも同じような非業の運命を遂げているんですよね。お父さんも将来の総理になると言われていた人です。一体どうしちゃったんでしょうかね。私たち一般人には分かりません。そしてこの世の中は一部の人が動かしているようであり、大衆がそれに動かされていて世の中は動いていると。まるでですね、羊飼いと羊のように、羊飼いが杖をこっちに振れば私たちはこっちに動き、自分の意思で動いているかのように羊飼いがこちらに動けば、大衆は自らの選択でやったようにこっちに動きということを繰り返すんですよね。そうした羊飼いの杖に従うのも運命ならば、逆らおうとするのも運命なのかもしれないと。どちらにしても私たちは自分で選んで歩いているかのような誘導を受けているんでしょうかね。これから一体どうなっちゃうんでしょうか。じゃあ今回は以上です。どうもありがとうございました。